見て、可愛いお馬さんがいるよ、に対する視聴者の反応集。可愛いお馬さんだねー。みんなも触ってごらん。園児 A、おとなしくて可愛い。園児 B、尻、ごっついなー。園児 C、美穂のブルボンだー。俺ダービー生で見たんだぜ。これが現実。園児 C お前転生者だろ。園児 B も怪しいぞ。老人ホーム〇〇園の園児かな。園児やんけ。尻ごつい言ってるやつもその年齢で言うことではない。クレヨンしんちゃん並みに幼児続けてそう。クレシンファースト世代は今30代だから美穂のブルボンの現役、シュボバ時代と園児だった時期が被るな。クレシンの放送開始時期がちょうど1992年だな。園児 D、お、美穂のブルボンじゃねえか。ダービーはライスとの生まれんでも受けさせてもらったぜ。年齢制限。パパが勝ったから大丈夫。あれ、あそこで左にくるくる回ってるお馬さんがいるね。あの子には近づかないようにしようね。エンジ A、嘘、あの鈴鹿。エンジ B、まさかお前、この世界線じゃ。エンジ C、飽きてんは、飽きてんどうなった。これが、平行世界の、現実。エンジ Y 君が号泣してそう。エンジ A、あっちにもお馬さんがいるよ。エンジ B、紐で繋がれてワンちゃんみたい。エンジ C、待ちかね服着たるだー。神戸、京都に続いて菊の舞台にも服が来たんだー。エンジ C お前杉本清の実況間近で見ただろ。日高の馬キッズかよ。エンジ A、なんやでっかいヤギやなこいつ。エンジ B、とりあえずおやつもらうで。エンジ C、ブック、ブック。動物エンジかな。タヌキがエンジに化けてますね。エンジ C は記憶引き継いで2周目でもしてんのか。深めた、絆で、人馬一体。和田裕二、卒園式かな。エンジ A、うわー怖い。エンジ B、後ろ足が開いて低密な体だよ。エンジ C、サンデーサイレンスだ。プリークネスステークスでのイージーゴアとの叩き合いはまさしく死闘だったのを覚えてるよ。何年前の人間だおめえ。こっちはシンボリルドルフだねー。三冠ってすごいことをしたお馬さんなんだよ。エンジ A、かわいい。エンジ B、カツラギエースに負けてた馬だ。僕はルドルフと出会うまで、サラブレッドがこんな動物だとは全く考えもしなかった。こんな夢みたいなことがあるのか、と僕は自分の感覚を疑った。だが、それは実際に僕の目の前で起こっていることだった。岡部くん。ビートオーで喧嘩しない？たまにジョッキー転生してんのよ。ちゃんと子供たちと遊んであげてくださいお願いします。ゴルシは子供相手には優しいから大丈夫。エンジ A、白くて綺麗なお馬さんだ。エンジ B、面白いこともするけどこっち振り向いてくれるね。エンジ C、これでも当歳の頃は流星以外はクリゲでおとなしかったんだよ。ミスター CB というお馬さんだね。ターフの偉大なる演出家とも呼ばれた三冠馬さんなんだよ。エンジ Y、無言で涙ぐむ。エンジ T、俺の目に狂いはなかったな。エンジ K、もう一度俺と戦ってくれ。おいエンジ K お前カツラギエースだろ。ここにいるエンジは競馬成人の様態かよ。転生者だらけでくさ。エンジのふりしなくていいから普通に会いに行けや。エンジ A、D、M、オペラ、O。だって、エンジ B、クリゲの馬体が光り輝いて見える。D、M、オペラ、O はどうするんだ。D、M はどうする。残り310メートルしかありません。外の方から台はテキサス、そして成田トップロード。D、M か、D、M か、わずかに D、M か。すごい苦しい競馬ですが。わずかに、ジャパンカップではありませんが、わずかに抜け出した感じがいたしましたが。エンジダブル君は休んできてなさそうですね。まだ大事な宿題をやっている最中だからね。エンジ A、ディッシュの箱みたい。エンジ B、サリオスは本質的にマイラー。エンジ C、サリオスは本質的に中距離馬。エンジ H、入級した当初から短距離適性を見込んでいました。ほらこのお馬さんも G1 のレースに勝ったことがあるんだよ。あ、成仏した奇跡人、転生を果たしていたのか。成仏したのに転生するのか。あ、でまた旅立ってそう。何度生まれ変わってもまた奇跡で、する。新三強だって、すごいねえ。エンジ A、本当の強さは誰も知らないんだよねえ。エンジ Y、何かあったら、俺が面倒を見ます。エンジ O、ライアン、ライアン。エンジ Y 君はよっぽどライアンを好きになっちゃったんだろうね。すっとぼけ。